第5回ワールドベースボールクラシック WBC の決勝戦がアメリカのマイアミにあるローンデポパークで行われ、日本代表侍ジャパンはアメリカ代表に3対2で勝利し、14年ぶりの世界一になりました。侍ジャパンは2009年の第2回大会以来3大会ぶりの世界一、さらには2013年のドミニカ共和国以来大会史上2度目となる全勝優勝という強さでした。侍ジャパンと決勝戦を戦ったアメリカ代表の主将を務めたのが、大谷選手とエンゼルスで共にプレーするトラウト選手でした。ワールドベースボールクラシックの決勝戦、侍ジャパンが3対2とリードして迎えた9回の裏のアメリカ代表の攻撃、侍ジャパンのマウンドに上がったのは大谷選手でした。大谷選手は先頭打者のマクニール選手にはフォアボールを許しましたが、続くベッツ選手をダブルプレーに切って取ります。ツーアウトランナーなしとなり、そこで打席に入ったのがアメリカ代表の象徴にして主将、そして大谷選手とエンゼルスで共にプレーするトラウト選手でした。大谷選手は160キロを超える直球を連発させると、フルカウントから伝家の宝刀である高速スライダーが炸裂。大谷選手はトラウト選手を空振り三振に仕留めると、グローブと帽子を投げ捨てて歓喜を大爆発、渾身のガッツポーズを見せて雄たけびを上げました。試合直後、トラウト選手は、僕たちにとってはとても辛い夜だ、でも大会を通して素晴らしいチャレンジだったと思う、代表チームに参加した誰もが味わったことのない鳥肌が立つような経験をした、翔平との対決は全ての野球ファンが見たかったと思う、この1ヶ月半そのことについての質問にずっと答えてきたからね。翔平は本当に厄介なボールを持っていて、最後のは本当にいいボールだったね。まあラウンド1は彼の勝ちってことだ。でもまた戻ってくるよと語り、3年後の2026年の開催が決まった次回の大会でのリベンジを誓っていました。さらに数日後、トラウト選手は自身の SNS を更新、そこにはこの数週間が僕にとって何を意味したか、それを言葉で表すことは本当に難しい、僕たちは大好きなアメリカという国を代表して大好きな試合をする時間を過ごすことができた、 USA を胸につけてプレーしたことに誇りを持ち、それをアメリカ国民のみんなに示すことができたと思っている。アメリカ代表のチームメイト、コーチ、家族、そして世界中の素晴らしい野球ファンに大きな感謝を送りたい。みんな本当にありがとう。アメリカ代表のキャプテンになれてとても光栄だったよと記し、自身の熱い思いを伝えていました。トラウト選手のこの投稿に対して、アメリカ国民からは、キャプテンアメリカ、本当にありがとう。トラウト、愛している。あなたがアメリカ代表のキャプテンでいてくれたから、この WBC がここまで盛り上がり、世界中の人に感動を与え、最後は大谷との映画のような対決が実現し、ドキドキワクワクする瞬間を感じさせてくれた。本当にありがとう。大谷と共にエンゼルスでの活躍を期待しているよ。2人でチームを引っ張ってエンゼルスをポストシーズンに導いて、そこであなたが大活躍することを、たくさんの野球ファンが望んでいるよといった声が届けられていました。大谷選手とトラウト選手の対決について、アメリカのメディアは統計で見ても非常に珍しい終わり方だったと報道。大谷選手はトラウト選手を3回空振りさせて三振に仕留め、見事侍ジャパンの優勝を決めました。トラウト選手が1回の打席で3回も空振りをするのは本当に珍しいことだというのです。そのメディアによると、トラウト選手がこれまでメジャーリーグで打席に立った6174回の打席のうち、3回空振りをして三振になったのはわずかに24回だけ。これはトラウト選手の12年間のプロのキャリアにおいて1シーズンあたり平均2回しか起きないということを意味します。つまりめったに3回も空振りしないトラウト選手から、大谷選手は WBC の決勝の大舞台、
しかも優勝が決まるというシーンで奪ったということになります。このメディアはトラウトがこれほどまでに圧倒された表情で打席に立つというのはそうそうあることではない、それぐらい大谷の気迫がトラウトを上回っていたように見えた。大谷がトラウトから奪った三振は伝説的な瞬間だったが、この統計がさらに信じられないものにしてくれていると結びました。さらに昨シーズンアメリカンリーグの最多ホームラン記録を61年ぶりに更新する62本のホームランを打ったヤンキースのアーロン・ジャッジ選手は、大谷がトラウトから空振り三振を奪って日本代表の優勝を決めたシーンはトラウトがホームランを打って同点に持ち込んで欲しかったけど、現在の球界最高の2人の対決があの場面で見られたことは野球ファンなら誰もが望んだこと。彼らは同じエンゼルスに所属しているから、あのような状況でなければ球界トップの2人の対決は絶対に見られなかったからね。3年後に開催される次の大会への出場についてはまだ3年先のことだから今言うのは難しいよ。その時になればわかる。 WBC は本当に楽しくて素晴らしい大会で世界中の野球ファンを魅了した。球界最高の選手たちの争いを多くの子供たちが夜遅くまで起きて試合を観戦したねと話し、次回の大会への参加には明言を避けました。ジャッジ選手は昨シーズン、アメリカンリーグの最多ホームラン記録を61年ぶりに更新する62本のホームランを打ち、昨年の12月に9年総額3億6000万ドル、約486億円という巨額な額でヤンキースと再契約。WBC でアメリカ代表としての出場が期待されていましたが、参加を見送っていました。決勝戦の後、大谷選手は WBC での優勝を夢見ていたので本当に嬉しかったです。最後は緊張しましたけど勝てて本当に良かったですね。トラウトとの対戦は打たれても抑えても悔いが残らないようなボールを投げたいと思っていました。彼は素晴らしいバッターですし、なんとか抑えられて良かったです。最後は最高の形でトラウトと対戦できて、そして最高の結果だったので良かったです。抑えは日本時代に一度経験しているので、その経験がとても大きかったですね。その経験が準備の仕方だったりとか、全然いけるんだっていう、そういう気持ちにさせてくれました。最後、打席が回らなかったので、そこら辺が良かったのと、登板直前にリプレイ検証があって、ブルペンからマウンドまでゆっくりと歩いていくことができました。すべての運が良かったかなと思います。 WBC はいろんな選手が野球人生で一番楽しい大会と言っていますが、本当にその通りだと思います。国を代表して戦う誇らしさもそうですし、本当に自分のチームの自分の国のトップの選手たちと一緒にプレーして各国の素晴らしい選手たちと対戦するのは本当に素晴らしい経験でした。WBC が終わってしまうのが本当に寂しいです。チームみんな同じ思いだと思います。これからはみんなそれぞれの自分のチームに戻るので寂しいですけど、チームでも頑張りたいですね。世界中でもっともっと野球を大好きになってほしいです。WBC を最高の形で終われて本当に良かったですと満面の笑みで話してくれました。トラウトは決勝で日本に負けて本当に悔しかったと思うけど、アメリカ代表で最高の仲間と最高の試合をして素晴らしい時間を共に過ごせたことは今後の選手生命に本当にいい影響を与えると思うよ。メジャーリーグが開幕したらまた大谷と一緒にエンゼルスを引っ張っていってもらいたいね。それにしても最後の大谷のスライダーはとんでもないボールだったね。さすがのトラウトでも、あのボールを打つのは本当に難しかったと思う。優勝はできなかったけど、トラウトも大谷同様、WBC を大いに盛り上げてくれた。彼には感謝しかないよ。海外の反応では、このような声が聞かれました。WBC では、敵同士として戦った大谷選手とトラウト選手ですが、
間もなく始まるメジャーリーグでは、共にエンゼルスを引っ張ってもらって、エンゼルスをポストシーズンに導いてほしいですね。今回は以上になります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。